皆様こんにちは、りょうこでございます。さあ今日なんですけれどもね、最近私が気に入っておりますトーンアップ下地っていうんでしょうかね、日焼け止め効果のある、下地クリームなんですけれども、今ね手がすでに結構焼けちゃってるんですね。でね、最近はね手にこのトーンアップをつけることがあるんですね。でこちらがね、ラロッシュポゼというね、フランスのもの、メーカーのものですね。でちょっとね手につけてみるとですね、ローズの方のタイプ使ってますので、ちょっと血色のいいようなね、ピンク色でね、節々のところがくすむわけだから、そこにちょっとね擦り込むような感じね。でこれを普通に例えば日焼け止めとして使うにはちょっと高価ですよね。なのでお食事の時とか、デートでね、ちょっと素敵なレストラン行くとか、そういう時に使ってみていただきたいんですね。お食事してる時って手元ってすごく目立つんですよね。なのでぜひぜひ使っていただきたいなと思いますね。でね、こちらね、ナンバーズインというね韓国コスメですね。これはね、私最初にこうつけた時ですね、ちょっとびっくりしたんですね。どうしてかというと、もうね真っ白になるんです、これなんですが、時間が経つとね馴染むんですよ。すごく透明感が出て、内側からこう明るくなるみたいな感じなのね。まあラロッシュポゼさんもそうなんだけど、でね両方気に入ってるんですね、正直言ってね。 でもね、どっちか一本って言われたらこのナンバーズインの方ですかね。伸びもいいですし、ごめんなさい、最初ね出した時ちょっと硬い感じするんだけど、スーッと伸びますね。で今右手の方がなんかちょっとこう発光してるみたいな感じしません？で比べてみるとね、こんな感じなので、もちろん両方をトーンアップされてますよね。でこれがですね、ちょっとこう自然光だとどういう感じかって思いまして、今ね外に移動したんですけれど、あとねベタつき少しありますでしょ。でお顔だったらフェイスパウダーつけるから気にならないんだけどね、この手に、つける場合はボディパウダーをね使っていただくといいんですね。でこれはねカネボウのサラという、シリーズなのかな、サラっていくつかありますよね、シャンプーとかね。でこちらはディオールのものなんですけれども、これねすごいね匂いがいいんですよ。それとちょっとしたキラキラが綺麗な、細かな粒子がね、なんかすごいブランド好きってわけじゃないんですよ、ないんだけれども、いいんですよね。なんかね、なんでしょうね、やっぱさすがって感じですよね。さらっとするし香りもいいので、よくね首元ですね、つけますねとか、腕の内側の関節のところとか汗かくところに軽くつけてよく出かけますけれどもね。いかがでしたでしょうかね。日焼け気になります。手ねシミとかねやっぱりできるので、なるべくね日傘短く持ったりとかして対応はしてるんですけれどもね、ちょっと何かねお食事いいとこ行くんだみたいな時があったらね、つけてみてください。これね全然変わりますよ。前に座ってお食事してるとすごく手元って目立つんですよ。だからそういう時ねおすすめします。